旧約聖書、紙編52章。指揮者によって、マスキール・ダビデの詩、エダモジン、ドエグがサウルのもとに来て、ダビデがアヒメレクの家に来たと告げたとき、力あるものよ、なぜ悪事を誇るのか。 神の慈しみの耐えることはないが、お前の考えることは破滅をもたらす。舌は刃物のように鋭く人を欺く。お前は善よりも悪を、正しいことよりも嘘を好み、人を破滅に落とす言葉、欺く舌を好む。神はお前を打ち倒し永久に滅ぼされる。お前を天幕から引き起こす。 引き抜き命ある者の,の力根こそぎにされるこれを見て神に従う人は神を恐れる彼らはこの男を笑っている見よこの男は神を力と頼まず自分の莫大な富により頼み自分を滅ぼす者を力と頼んでいた 私は生いけるオリーブの木、神の家にとどまります。よいよ限りなく、神の慈しみにより頼みます。あなたが計らってくださいますから、とこしえに感謝を捧げます。皆に望みを置きます。 あなたの慈しみに生きる人に対して、恵み深いアートの皆に、